はい、こんばんみ、朝次郎です。おっさんまたこれ後付けナレーションしてるんですけど、なんでかっちゅうたらね、これだいぶ前に撮ったやつでね、すき焼き風野菜炒め呼ばれた後のね、そのアフタートークなんですけど、トーク全くしとらんでね、ただこれオリンピック多分野球見てますねんね。野球見て講釈こいて喋ってるだけなんでね、もうあれから何時だとんねん話で、多分この動画がの流れる時の1週間ぐらい前の話になってまうかな、ちょっとよくわからんすけど、そんな古いの解説してもうてもどないやねんちゃん、今ごちそうさまでした言うてんな何耳かいとんねんちゅう話なんですけど、そんなん聞いても何も思んないやんみたいなことなんでね、あえてもっと思んないおっさん後付けトークナレーション入れとるんですけど、まあそんなこっちですわ。なかなかね、ほんでこれ著作権云々もね、Google さん非常に賢いんでね、これ音声入っとったらね、お前ちょっと悪いことやってんちゃうかみたいにね、怒られるんですよ、ほんまに偉いもんでね。そんな感じでね、こんなこっちゃでございます。どんなこっちゃかよくわからん。この後ね、ちょっと一瞬おっさん叫ぶんでね、その叫びだけちょっと聞いてください。はい、アホ叫び。はい、おっさん一部言ってね、叫んでましたけどね、ちょっとね、はい、はいですね、ね、はいになったり落ちたりね、ちょっとね、不安定気味やねいや冗談ですけどね、なんか、いちびって叫んだりね、落ちてるふりしてみたりね、ほんまにね、そんなこんなんでございますわ。はい。まあ、この後ね、また落ちたりするんですね。だから、日頃そんなんちゃいますね、ほんまに。まあ、半分ね、ネタなんでね、あれですけど、はい。そんなこっちゃでございますわ。はい。ね、これね、メガネね、遠くがよう見える方のメガネかけてますね、これね。野球見とるんでね、そんなこっちゃでございますわ。はい。この後はね、もう野球、多分これね、終わるんですよ。なんか、さようなら勝ちかなんかようわからんすけど、なんか野球終わってね、でまたおっさんのしょうもないトーク始まるんでね、ナレーションはこれぐらいになります。なんか向こうの外人さんにメルセデスいう人がおってね、まあ、そっからの選手でね、メルセデスの話から多分始まると思います。はい、いつもありがとうございます。ではでは失礼いたします。メルセデス、ベンツみたいな名前、メルセデス、メルセデス。高校のお友達でね、高校の時は多分下から数えるというか、多分一桁台でアホやったってやつがね、卒業して高校卒業して最初は整備士やってやったんやけど、なんか誰かに誘われたんかな、アメリカ行って、歯科技講師やって、もう多分20歳過ぎぐらいから行ったんかな、だからもう30年以上アメリカに住んでやっとるんやけど、向こうで結婚もしてね、それがもうメルセデスやからね、乗ってんのね。
えらいもんや。今の大統領の一個前の大統領、なんとかいう大統領と一緒に写っとったよ。こっちゃ、はい、オリンピックも私は盛り上がらんな。なんか見てて面白ないし、何見たらいいか分かれへん。サーフィンとかすごいね、あの波あんな波、日本でもあんな波のとこあるんや思て。あんな普通のやつがサーフィン行ったらあんなさらわれるんちゃうの、大丈夫な、あんな台風やん、とろしいね。私らはなんちゅうの、ここ大阪ですやん、行って海言うたら和歌山程度ですやん。だから和歌山言うても私らが行くのは何、多分太平洋側っちゅうんかな、太平洋側ですやん。だから波なんてほんまないんですよ。だからちっこいからやねんけど、その波のある海いうのはあんまり知りませんねんね。遊びに行って見たことあるんですけど、だからもうそれたまにそうやって日本海側いうんかな、波のあるとこ行ったらびっくりしますもん。ええー思て、こんな波こっとろしいな思ってね。けどこれ調べたらサーフィン千葉でしょ、千葉言ったら太平洋側ですやん。けどあんな波あんねんね、びっくりですわ。クリビツ仰天ちょっと不調やな、ちょっと不調や、ほんまにね。どこが不調やねん話やけど、いやちょっと不調やな、ちょっと不調ですわ。体がしんどいとかそんなんじゃないんですけど、ちょっと思んない、まあ、それだけ話。やっぱり、ね、金がない中華儲けなおもろないわ、やっぱりね。そんな隠居やないけど、こんなすんのはまだ早いわ。儲けにゃ元気でし、またしみじみした音楽でも流しとこうかな。なんか黄昏れてるみたいな。3階建てみたい、コンコンしてましたろ。でここ2階ですんでね、もうほんま今そこ光入ってるのも入らんいうことですよ。こっちも全く入らんようになりましたよ、そっちも全く入らんようになるからね。今でさえ真っ暗やのに、もう 朝は光入ってるのかよ知らないけど、たまに光入ってますね。もうそれも入らん言ったらもう真っ暗闇、真っ暗闇でござんす、旅でござんす。なんか知らんけど、あ、ほんでコメントがね、やっぱり未だによう消えてますね。この私が見て、うわ、一
れてくれてはんのに消えてるって分かるパターンと全く分からんパターンと多分両方あると思うんですけど、まだ分かる場合はいいんですよ。あ、入れてくれてあんなに消えてるやんみたいなね。けど鼻から消えてたらもう私全く分からんわけでね、その時はほんま申し訳ないです。ほんまにこれ何がどうなってどう消されてんのかね、その Google いうか YouTube がの AI が消してるとかね、誰かあの悪さしてるやつがおるとかね、まあ、いろんなあれがあるんですけど、まあ、私もねなんかあの感覚的にねちょっとおかしいなっていうのを、まあ、他にもいろいろあってねあるんですよ。だからまあ何そうやっていろいろ妨害するやつもいてるんか知らんけどね、その辺はよう分からんすけど、ほんまにまあなんか感じるのありますやん、ちょっと普通じゃないみたいなねことはありますね、ほんまにね。そんなこっちゃね。っていうか日本今日柔道初めて負けよったね。金できて負けて、もうええ兄ちゃんやったよね。さっぱりしとってね。こっちでございます。はい、以上総代、いつもありがとうございます。感謝感激雨嵐ということで、まあ、ちょっと最近ちょっと頭の回転もちょっと鈍いですけど、また末永くまたよろしければお越しくださいませ。ありがとうございました。失礼いたします。